どうも皆さん元気ですか？いわくです。で、今日はね、前に来た DM に対するちょっと答えをちょっと言っていこうかなって思って、じゃあその内容を読むね。いわくさん、去年から知ってめっちゃ動画見てます。相談です。僕23歳なんですが、彼女が今まで2人くらいしかいたことなくて、自分磨きや自分を知るために瞑想やオナキンとかもしてて頑張ってるんですが、今の年は積極的に女の子と遊ぶべきですか？ナンパとかしまくるべきですか？そう、瞑想は自分が何を考えているのか自分に向き合うことができているので、2ヶ月くらい続けれてますっていうのが来たから、まあこれに対して俺の考えを言おうと思うんだけど、オナキンってさ、効果あんのかな？なんか俺調べたけど、科学的な要素は、なんか科学的な証拠はないっていうのはなんか書いてあった、うん、だからオナキンは分かんない俺、うん、でもまあ自分で効果あるって思ったらやった方がいいんじゃないのかな、うん、で、そのまあね、悩むよね、うん、20代前半はね、この女の子と遊ぶのがステータスってみんな思ってるから、それを自慢し合ったりとかしたり、まあ、自分も女と遊んでないと、なんだろうな、男としてどうなんだろうとか、っていうのは感じるのはしょうがないと思う、うん、で、まあ、自分磨きをしてたらなおさら時間がないから、そう、女の子と遊べなくはなってくるんだよね、うん、でもそれでもやっぱりさ、たまにさ、みんなと飲み行った時に女の子の話になったら、まあ、劣等生みたいになるんだよね。で、俺なんかもろそうだったよ。23からやりたいことやるじゃねえや、なんか勉強しなきゃって思って、まあ、やりだすじゃん。それで、まあ、周りに女と遊んでる人もいたからさ、そうすると女の話になるわけよ、ね、で盛り上がってるわけで、俺何もないじゃん。そうするとお前だらしねえみたいな、なんなんみたいな、女全然遊んでないのっていう風になって、そんな風にこの、うん、すごいわかる、うん、その時にまあまあって苦笑いしかできないんだよね、うん、だけど俺は女遊びより絶対今こっちの方が大事だって思ってやってたし、そもそも俺女遊びがそんな好きじゃなかったから、そう、それもあって、そうだね、もうずっとその曲作りだったり本読んだり、その MPC で音やるのとかにずっとその打ち込んでて、で、あと俺そこで劣等生として扱われてたんだけど、本当の劣等感がなかったのが、俺スカウトやってたのがね、でかかったんだよね、うん、一応その21の時にスカウトやって、女の子にすごい声かけまくってね、で遊んだりもしててっていうのがあったから、別に全くその女の人から全く、なんだろうな、関係がないみたいな、うん、女経験全くなしってわけじゃなかったからまだ平気だったんだけど、それが本当になかったとしたら、確かにコンプレックスでかいのかなって、いうふうには思うから、それを消すために、まあ行くのはいいんじゃないって思う、うん、その消すために、ずっとコンプレックス持って生きるのって嫌じゃん、うん、だからそれをなくすために一回バンってやるのはいいとは思うんだけど、その23歳ってもうなかなかいい時間には来てるっていう自覚を持った方がいい、うん、もう岐路には立ってるよ、うん、俺が前の動画で、人生は20歳からの5年間で決まるっていうのを見てくれれば分かるんだけど、すげえ大事な時期で、うん、の半分は来てる、うん、で、どう生きていきたいかっていうのを自分ではっきりさせた方がいいと思うね、うん、で、20代前半はさ、やっぱまあお金があって彼女がいてね、友達と遊んでね、まあ、車持っててっていうので、まあ満足するんだよね、若いだけで楽しいから、うん、だけどその若いうちにちゃんと今後どうなっていくために自分は時間を投資していくんだっていうふうに考えていかないと、そうだね、30過ぎとかで、あん時やっとけばってふうになるとは思うね、うん、自分が結婚をしてね、そう、普通って言い方あれかもしれないんだけど、まあ家庭を持ちたい、うん、ね、だったら別にその23から女の子とね、すごいナンパするのは重要だと思う。だって女の子喋れなかったら結婚できないよね、うん、ある程度その興味を持ってもらう存在になってなきゃね、うん、だしそのまあ23歳ぐらいから、まあ、その探し出さなきゃ、まあね、付き合ったりする期間とかもあるから、その、ね、早いうちに結婚もできないじゃん。だからそういう将来を描いてるんだったらいいと思うんだけど、まあ、俺みたいな感じで何か情熱的なものをマジでずっとやっていきたいって思うんだとしたら、もうそれ
23ぐらいからがっつりやっていかないと厳しいと思うね、うん、だからまずそこじゃない。で、あとなんかナンパすべきなのかなって悩んでるぐらいだとしたら、そんなに女好きじゃないと思うんだよね。女好きだったら好きだからもうガンガン行くんだよね。そんな思わないで、好きだからムラムラして、そうそう、女子と喋ってるとほんと多分楽しいんだと思う、ドーパミン出て、うん、で俺がクラブ好きな感じと一緒なんだと思う。 DJ とかでわーっつって街来て、いろんなイベントみたいな感じで、女好きが女に来てみたいななってると思うんだよね、うん、だから多分俺に DM くれた子は多分そんなに女好きではないのかなって思うんだよね。だったら無理してそこをすげえ時間使うのはよした方がいいのかなって思う、うん、まあ彼女2人いたらまあいいんじゃないとは思うけどね、うん、でまあその彼女2人いても全然女の子とまだ喋るのが苦手なのがあるっていうんだとしたら、ナンパしまくんじゃなくて、その女の人とさ関われるさ、なんだろう、やり方っていっぱいあるわけじゃんね。そのなんだっけ、相席屋とか俺行ったことないんだけど、とかなんかのオフ会参加したりとか、今とか Tinder とかもあるわけじゃん。だそれでそのなんだろうな、経験人数を増やすとかじゃなくて、女の子と喋るためにっていう自分磨きの一環として、その1ヶ月に 1,2 回ぐらいはそれをやろうとかね。で別にそのセックスをするためにゴリゴリ行くんじゃなくて、女の子と話せるようになるためっていうのの時間を使うんだったらいいと思う。そしたら自分磨きにも使えるじゃん、うん、自分の、うん、だからそういうバランスとかも考えていった方がいいんじゃないかな、うん、その自分がそんなに女好きじゃなかったとしたらね、うん、で俺今38になってその感じるのが、自分がね、まあ、俺みたいにもし生きようと思ってるとしたらね、もうどんどんさ、俺は自分に対して時間と金を使ってきて経験値を貯めてきたんだよね。でもう38ぐらいになると本当に自分が確立してくるわけ。俺は俺、人は人みたいな、俺はこういう生き方だからって思うと、女っ気ねえのとかマジで気になんなくないそんな20代前半の時とかは何も確立できてなかったから、そういう話題になるとまあ結構うーみたいな、まあ俺全然遊んでねえなっていうちょっとしたね、なんかネガティブな感情はあったんだけど、今とかはやってきたことが結構あるから、うん、俺女は遊ばないでそっちなんだよねっていう感じに、まあ言うかはどうかは別としてね、その場の空気が悪くなるかもしんないから、そうやってきたのがあるから、全くそうだね、なんかそういう世間一般のものと自分の価値観っていうのをしっかり分けれてる、うん、世間一般で言うと女にモテてはべらかしてる方が羨ましがられるじゃん。であと金持ってるかどうかとか。だけど俺はもう確立してるから、そこに対しては全くなんか平気になったかな、うん、だからそのナンパを、だから多分俺がスカウトやっていっぱい女の子に声かけた経験よりも、俺はいろんな自分が好きなことね、今日本いろんなところ住んでるよね、で海外にも行ってよね、で音楽作ってるよね、一人語りでもいろいろやってるよね、でそういう経験の方が女を一生懸命ナンパしてた経験よりも気になんなくなってる、そのなんだ劣等感はなくなってるっていうか、うん、全てに対して、うん、だから全然俺口説くのも上手くないって思うし、でそういうのも言えるのも自信の表れなのよ、全然そう。だからそっちを気づいてった方がいいと思うし、そうやってなんだろうな、自分にのアドバンテージっていうか、ステータスを、本当のステータスねを上げてった方が、後々その女の子に対しても有利になると思う、うん、そのナンパばっかしてる、そのトークももちろん重要なんだけど、結局はそのステータスだと思うよ。なんか経済的が一番でかいね、30超えたとしたらね。で他は何かしらのなんだ魅力を持ってるかどうかじゃない、うん、だからそういうのじゃない。で、うん、やっぱ基盤としてその話してて楽しいかどうかっていうのはものすごい重要なんだけど、まあそのカバーはできるよね、その2個とかで、うん、だからそっちをやってった方が、まあ、いいのかなって思う。早い時期に結婚したいんだったら別だけど、うん、だから向かないことをやっててもまあしょうがないと思うし、なんかそっちちっちゃいことだったなって思う、うん、20代の前半のうちに
その女っ気ねえのとかをまあ言われてくよくよしてた自分は、うん、ちっちゃかったなって、なんであんなんであれな悩んでたんだろうなっていうふうに思うし、あと今になるとそういう話題とかもなくなってくるのよ結局。そう、女と遊んだかどうかっていうよりも自分の人生そうが退屈してないかどうかってことの方がものすごい重要になってくるわけ。うん、そうだから全然変わってくるよ年取って、うん、若い時期と、うん、でその後々重要になる部分を今やるのかどうかっていう話だと思う、うん、だそのためにはやっぱり我慢しなきゃいけないし、そこでモヤモヤしすぎて本当になんかコンプレックスで、そうだね、あとあと取り返せないこともあるからさ、そこでできたコンプレックスって、だからそれを取るために、まあ、行動するのは重要なんだけど、その時間配分を考えてねって思う、うん、だからまずは自分がどう生きたいかで、自分が本当に女の子好きなのかなっていうのをちゃんと考えた方がいいと思うよ、うん、そうじゃないとなんだろうな、別に俺スカウトやっててそのやっぱ良かったのはそうなんだろうな、優越感に浸れたんだよ。そう、今まで女の子、ね、と遊ぶのとかさ大変だったとか、女っ気なかったから、だけどもうどんどん女の子の番号増えてって、遊べる子が増えてって、ね、毎日違う子と連絡を取り合ってる自分に酔ってたのはある、うん、酔ってたのはあるけど、でもそんなんすぐ終わったかな俺女の子そんな好きじゃねえんだなって思ったし、すげえめんどくさくはなってた、うん、だから、うん、そのおかげでなんかその女の子に対してのあれだよね、なんか焦りっていうか、なんだか若い23で若いから女の子のケツ追わねえとっていうのから解き放たれたから、スカウトではものすごい意味あったと思うんだけど、結局そうだね、どっちかっていうと今のさっき言ったみたいなその後だよね、その後のいろいろ自分がやりたいこと、音楽に対して挑戦したね、トロント、カナダのワーホリ行った、その後ヨーロッパもあった、アメリカも行った、メキシコ行った、で今はね、大分住んでるよね、でその前は栃木京都住んで石垣島住んでたって、そっちの方がどっちかっていうと重要、コンプレックスをマジでなくすんだったら、うん、そうの方がだと思うね、うん、でその基礎体力は絶対必要、女の子と喋るためのね、うん、そう全く喋れなかったらもうちょっとそれは無理だから、うん、でそのために月に 1,2 回経験人数増やすっていうよりも、そう喋るようになるっていう、それで別にライトな感じでさようならみたいな、でそれでうだうだ言ってこられたとしてもそれは気にしなくていいと思う、うん、そうそうそう、だからそんな感じで、まあ俺の提案は、まあ、こんな感じだから、まあ、自分でどう生きたいかっていうのをまずは自己分析だね、で今自分はもうなかなかいい時期には来てるって、ターニングポイントは来てるっていうのを、まあ、自覚して、まあ、いい選択肢取っていってくださいそれまた次回お会いしましょう。スロー。